今日のテーマは少し重いですが、非常に重要な話題です。もしも東京に核兵器が落ちたらというシナリオについて考えてみましょう。このシナリオは、私たちが直面する可能性がある最も恐ろしい出来事の一つですが、それについて理解し、対策を考えることが必要です。核兵器の威力と影響範囲。まず、核兵器の威力についてお話しします。核兵器は非常に強力な破壊力を持っています。広島と長崎に投下された原爆は、それぞれ15キロトンと21キロトンの威力でしたが、現代の核兵器はその何倍も強力です。例えば、現在の標準的な核弾頭は約100キロトンから300キロトンの威力があります。爆心地の影響。もしも100キロトンの核兵器が東京都心に投下された場合、最初に強烈な閃光が発生し、その後に爆風が続きます。この爆風は半径数キロメートルにわたって建物を吹き飛ばし、火災が発生します。また、放射線も広範囲にわたって広がり、多くの人々が被爆します。爆心地から半径1キロメートル以内は、ほぼ全ての建物が破壊され、生存者はほとんどいないでしょう。この範囲では、即死する人々が多く、残った人々も重度の過傷や外傷を負います。さらに、強烈な放射線による被爆も避けられません。1キロメートルから3キロメートルの範囲、1キロメートルから3キロメートルの範囲でも、多くの建物が倒壊し、火災が広がります。この範囲では生存率は低く、多くの人々が重傷を負うことになります。火災による二次被害も深刻で、救助活動が困難になるでしょう。また、放射線による被害も大きく、急性放射線症候群を発症するリスクが高まります。3km から 5km の範囲、3km から 5km の範囲では、窓ガラスが割れ、軽傷を負う人々が多くなります。この範囲でも爆風の影響は大きく、建物の一部が損壊し、避難が必要となります。放射線の影響も無視できず、長期的な健康被害が懸念されます。放射線の影響、核兵器の使用によって発生する放射線は、即座に大量のエネルギーを放出し、その後も残留放射線として長期間にわたって影響を及ぼします。被爆した人々は、急性放射線症候群を発症する可能性があり、その後も長期的な健康被害が続くことがあります。急性放射線症候群は、被爆後数時間から数日のうちに症状が現れます。初期症状としては、吐き気、嘔吐、下痢、疲労感などがあります。これらの症状は一時的に改善することもありますが、次第に再び悪化し、さらに深刻な症状が現れます。重症の場合、骨髄抑制による感染症や出血が命に関わる問題となります。経済的な影響、核兵器が東京に落ちた場合、その経済的な影響も計り知れません。東京は日本の経済の中心地であり、多くの企業の本社が集中しています。核攻撃によってこれらの企業が被害を受けることで、国内外の経済に深刻な打撃を与えることになります。例えば、金融機関や証券取引所が被害を受ければ、金融市場が混乱し、株価の急落や取引の停止が発生するでしょう。また、輸送インフラの破壊により、物資の供給が滞り、経済活動全体に悪影響を及ぼします。さらに、観光業やサービス業も大打撃を受け、多くの人々が職を失うことになります。社会的な影響、核攻撃による社会的な影響も深刻です。多くの人々が家族や友人を失い、精神的なショックを受けます。被災地では、医療施設が破壊されることで、適切な医療を受けることが困難になります。また、避難所や仮設住宅での生活を余儀なくされる人々が多くなり、生活環境の悪化やストレスが社会問題となります。さらに、核攻撃による放射線被爆の恐怖は、社会全体に長期的な不安をもたらします。被爆のリスクを抱える人々は、健康への不安や将来の生活に対する不安を抱えることになります。このような状況では、社会の結束が弱まり、人々の間で不信感が広がる可能性があります。政府と自治体の対策、私たちは、このような事態にどう対処すべきでしょうか。まず、政府と自治体は核攻撃に対する備えを強化する必要があります。具体的には、避難所の整備や緊急時の情報提供体制の確立が重要です。また、核攻撃後の復興計画を策定し、迅速な支援体制を構築することも必要です。避難所の整備、避難所は核攻撃後に避難する場所として重要な役割を果たします。政府と自治体は避難所の数を増やし、必要な物資や設備を整えることが求められます。また、避難所の場所や利用方法について、住民に対する周知徹底も重要です。緊急時の情報提供体制、核攻撃が発生した場合、迅速かつ正確な情報提供が求められます。政府と自治体は、緊急時の情報提供体制を確立し、
住民に対して適切な避難行動や健康管理の指示を行うことが必要です。例えばラジオやテレビ、インターネットを活用した情報提供手段を整備し、常に最新の情報を提供することが求められます。復興計画の策定、核攻撃後の復興は非常に困難な課題です。政府と自治体は事前に復興計画を策定し、迅速な支援体制を構築することが必要です。復興計画には被災者への支援、インフラの再建、経済の再生などが含まれます。また国際的な支援を受け入れる体制を整え、迅速な復興を目指すことが求められます。個人レベルでの対策、個人レベルでも緊急事態に備えて非常用持ち出し袋を用意し、避難経路を確認しておくことが大切です。非常用持ち出し袋には食料、水、医薬品、懐中電灯、ラジオなどの必要な物品を入れておくことが推奨されます。また家族や友人と避難場所や連絡方法について話し合っておくことも重要です。非常用持ち出し袋の準備。非常用持ち出し袋は緊急事態に備えてすぐに持ち出せるように準備しておくことが重要です。以下に非常用持ち出し袋に入れておくべき基本的なアイテムを挙げます。食料、栄養価が高く保存期間が長い食料を選びましょう。缶詰や乾燥食品、エネルギーバーなどが適しています。水、飲料水は1人当たり1日2リットルを目安に用意します。最低3日分の水を確保しましょう。医薬品、常用薬や応急処置用の医薬品を準備します。絆創膏、消毒液、包帯なども忘れずに。懐中電灯、停電時に役立つ懐中電灯を用意します。予備の電池も忘れずに。ラジオ、情報を得るために電池式や手回し式のラジオを用意します。衣類、季節に応じた衣類を用意します。防寒具や雨具も忘れずに。その他、現金、携帯電話の充電器、重要書類のコピー、筆記用具なども準備します。避難経路の確認。避難経路の確認は非常時に迅速かつ安全に避難するために重要です。住んでいる地域の避難所や避難ルートを事前に確認し、家族や友人と共有しておきましょう。また避難場所までの道のりを実際に歩いて確認し、避難計画を具体的に立てておくことが大切です。家族や友人との話し合い。非常時に備えて家族や友人と避難場所や連絡方法について話し合っておくことも重要です。例えば避難場所を決めておき、緊急時にはそこで合流することを確認します。また連絡が取れない場合の連絡方法や安否確認の手段についても話し合っておくことが必要です。国際的な取り組み。核兵器の脅威に対抗するためには国際的な取り組みが不可欠です。核軍縮の推進と核拡散防止条約 NPT の強化が求められます。核兵器の拡散を防ぎ、既存の核兵器を削減するための条約や協定を強化することが必要です。私たち一人一人も核兵器の廃絶を訴える声を上げ続けることが重要です。核軍縮の推進。核軍縮は核兵器の削減を目指す取り組みです。核保有国は核兵器の数を減らし、その使用を防ぐための措置を講じることが求められます。例えば米国とロシアは新スタート条約戦略兵器削減条約に基づき戦略核兵器の削減を進めています。このような条約を拡大し、他の核保有国にも参加を呼びかけることが重要です。核拡散防止条約 NPT の強化。核拡散防止条約 NPT は核兵器の拡散を防ぐための国際条約です。 NPT は核兵器の非保有国が核兵器を新たに取得することを禁止し、核保有国には核軍縮を進める義務を課しています。また NPT は平和利用のための原子力技術の提供を促進し、核拡散のリスクを最小限に抑えることを目指しています。核兵器の廃絶を訴える声。核兵器の廃絶を訴える声を上げることも重要です。国際的な市民運動や NGO、 非政府組織は核兵器廃絶を目指す活動を展開しており、私たち一人一人が参加することで核兵器の廃絶に向けた動きを強化することができます。例えば核兵器禁止条約 TPNW は市民の声を反映した国際条約であり、核兵器の開発、試験、製造、保有、使用を全面的に禁止しています。教育と啓発。核兵器の脅威について正しい知識を持ち、教育と啓発活動を通じて意識を高めることが重要です。学校教育や市民講座を通じて核兵器の恐ろしさや被爆の実態を学び、核軍縮や平和の重要性を理解することが求められます。また被爆者の証言やドキュメンタリー映画などを通じて核兵器の非人道性を広く伝えることも大切です。学校教育の重要性。学校教育は核兵器の恐ろしさや核軍縮の重要性を学ぶ場として重要です。歴史の授業では広島と長崎の被爆の実態を学び、
核兵器の使用がもたらす悲劇を理解することができます。また道徳や社会科の授業では平和の大切さや核軍縮の意義について議論し、平和を築くための方法を考える機会を提供します。市民講座やイベントも核兵器の脅威について啓発するための重要な手段です。自治体や NGO は市民向けの講座やシンポジウムを開催し、専門家や被爆者の話を聞く機会を提供しています。また映画上映会や写真展などのイベントを通じて核兵器の非人道性を広く伝えることができます。被爆者の証言は核兵器の恐ろしさを伝えるための強力な手段です。被爆者の性の声を聞くことで核兵器がもたらす被害の実態を具体的に理解することができます。また被爆者の証言を通じて平和の大切さや核軍縮の必要性について考える機会を提供します。ドキュメンタリー映画や文学作品も核兵器の非人道性を伝えるための重要な手段です。例えば映画黒い雨や蛍の墓は被爆者の視点から核兵器の恐ろしさを描いており、多くの人々に強い印象を与えています。また文学作品や詩歌も核兵器の悲劇を伝えるための有力な手段です。最後に、このシナリオは現実のものではありませんが、私たちが直面する可能性のある脅威であることを忘れてはなりません。核兵器の恐ろしさを理解し、それに対する備えを怠らないことが、私たちの安全を守るために重要です。このような話題は不安を感じさせるかもしれませんが、知識を持ち、備えることで、私たちはより安全な未来を築くことができます。ご視聴いただきありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。